ネギ坊主干賞用品種の花ネギ坊主はネギ赤の植物によく見られる集産果樹のこと。通常林から場合によっては千輪以上の小さな六、弁花がほぼ休憩に集まって咲く。食用のネギの花にあまり干賞価値は見出されないが、同じネギ属の植物の中にはアリアム、またはアリウムとして干賞用に栽培されるものもある。イケバナや フラワーアレンジメントなどに利用され、色も紫色のものなどがある。ロシア正教会の教会には絵画前のネギ坊主によく似た形の戦闘があることから、ロシアあるいはソビエトを表す隠語として用いられることがある。天皇が使用する腰をキカレンという。上部にネギ坊主の吉祥飾りがついた乗り物で、元は行行行に使用されたが、 最近の行行はもっぱら御両車やおし列車、政府専用機などを使うため、ほとんど使用されることはなかった。近年では、昭和天皇の体操の礼に際し、昭和天皇の霊宮を治めていたことで知られる。ウェールズのカーディフの式には、赤い竜と共に、ネギ族であるリーキが描かれているが、幼少だけでなくネギ坊主の部分まで含まれている。なお、リーキは、 ウェールズの国家でもあるがこちらはネギ坊主の部分ではなく幼少の部分が国家となっている。ありがとうございます。